みーくんと五回のお願い。よいしょ。ああ。はあ。ああ。また離れちゃった。寒。みーくん、誕生日おめでとう。なんだよ、改まって。別に、ちゃんと言ってなかったから。そうだった、俺誕生日だった。あんがとう。なんかプレゼントとか思ったんだけど、俺からもらってもまた困らせるだけかもって思って。誕生日か。だから。かなた、何？なんかくれ。いや、だから何も用意してねえって。金もねえし。なんかくれ。酔っ払い。ああ、もうわかったよ、今度用意するって。今くれ。ああ、うるせえ。はい、プレゼント。何でも言うこと聞きますけんだ。文句言うなよ。言わない言わない。んじゃ、まあ、はい、1枚。もうちょっとありがたがって使えよな。で、何のお願い？一緒に寝て。まだ酔ってんな。何でも言うこと聞きますけんは、何でも言うこと聞いてくれるけん。ほんと、何なんだよ。彼方の匂いだ。ずっと甘やかしてたつもりだったけど、俺が家出てからどうしてた？どうって、別に普通にしてた。友達できた？少し。甘やかされてたのは俺の方だったのかもな。でもやっぱ女子にはモテただろ。彼女とか作らなかった？別に好きでもねえやつと付き合わねえし。そっか。あー、でも男子からってパターンもあり。女子も男子も関係ねえだろ。俺はみーくんしか好きじゃなかったの。めっちゃ俺のこと好きじゃん。だから最初からそう言ってんじゃん。そうやって俺のこと試すのやめて。ほんと傷つく。ごめんな。ずるいし、臆病だし、ほんとダメな大人で。つか俺、ほんとお前が憧れるような大人じゃねえからさ。中身知ったら全然大人じゃなくてがっかりするよ。だから好きになってもらう資格なんて。ちょっと待って、俺みーくんに大人としての憧れとか抱いたことないんだけど。は？だってそうじゃん、俺はみーくんが小学生の頃からの付き合いだし、高校生になってからだって小学生相手に何でも言うことを聞きますけんとかでごまかそうとするし、今だって酒癖いいとは言えないし、あと部屋汚いし。うるせえな。じゃあ俺のどこが好きなんだよ。どこがなんてわかんねえよ。みーくんとずっと一緒にいたかったし、ずっと触りたいって思ってたし、告白だってみーくんはまともに取り合ってなかったけどさ。めちゃくちゃ俺のこと好きじゃん。さっきも言ったよね、それ。はあ、ほんとみーくんって俺の話聞いてないよね。だって怖いじゃん。怖い？子供の言うことを本気にして振り回されんの怖いじゃん。どっちが？振り回してんのはみーくんじゃん。あったけ、怒ってっから体温上がってる。
いや、めっちゃ振り回されてるし、俺。俺はずっと好きってしか言ってねえじゃん。ああ、違う。それが一番振り回してんだよ。近くて。だから、もう諦めるって言ってんじゃん。そうじゃなくてさ。ミー君。ミー君と寝る。おお、来た湯たんぽ。また母ちゃん仕事？うん。あったけー。彼方がいると心がポカポカして気持ちが軽くなって満たされる。ミー君。ミー君。ミー君。好き。俺も俺も。俺も。そっか。彼方といると。彼方？あ、ごめん。起こした？水飲みたくて。みーくんも飲む？どうした？勝手にいなくなんなよ。お前がいないと寒い。はいはい。すみませんね。みーくん、そっち詰めて。あったかい？うん。かなた。何？キスしてよ。は？はい、何でも言うこと聞きますけん。ちょっと、まだ酒残ってんの？何でも言うこと聞いてくれるんだろ？した。それでおしまい？チケット1枚で1回だろ。じゃあ、はい、もう1枚。ほんと、よく育ったな。あれ？おはようございます。お二人喧嘩はもう終わったんですか？あ、はい、うん、おはよう。はざす。喧嘩っていうか、まあ、そのね、この間はごちそうさまでした。かなちゃん、好きな人諦める話どうなった？あれから。ああ、諦めないことになりました。よかったね。おい、かなた、行くぞ。お前めっちゃ恋話してんのな。みーくんこそバイトに何でも相談しすぎじゃん。ほんと、あの人らお互いの話しかしねえ。居酒屋の私めっちゃ女優賞じゃなかった？それ。ほんで彼氏じゃなくて彼女で社内恋愛なんだけどね。